この動画には、以下の成分が含まれています。それでもいい方は、ゆっくりしていってね。それでは対戦やっていきます。今回はチコリータとケロマツをパーティーに加えます。お、チコリータメスじゃないか。そうなんです。でもそのせいで個体値妥協してるんだけどね。性別のために能力妥協するんじゃない。ごめんなさい。お相手見つかったよ。対戦よろしくお願いします。お願いします。お相手のパーティーは、カメール、アリゲイツ、ヌマクロウ、ポッタイシ、ミジュマロ、ゲコガシラだね。まさかのお相手も御三家統一、しかも水統一なんだぜ。霊夢、これはインパクトでは負けてるんだぜ。勝負に勝てば何にも問題ないよ。でも、インパクト欲しいよね。なら、こちらは単純に草技のみで勝利を掴んでみせましょう。霊夢、お相手は統一やるようなお方なんだから、強いに決まってるんだぜ。草技だけで勝てるわけないだろ。勝ちます。自信なくしてんじゃねえか。大丈夫だよ。では選出は、ケロマツ、ポッチャマ、キモリでいきます。それでは、対戦よろしくお願いします。よろしくお願いします。お相手の初手はポッタイシ。空気的にポッチャマ選べばよかったと後悔中の霊夢です。では行ってこい、ケロマツ。この子の持ち物は命の玉です。早速草結び打っていきます。なんかほとんどポッチャマと技構成変わらないじゃないか。本当はポッチャマの代わりに入れようと思っていたのですが、思いのほかポッチャマ人気がすごかったので残すことにしました。この草結びどれぐらい入るかな？ポッタイシ軽そうだし、そんなに入らない気がするんだぜ。なんとも言えないダメージだね。できれば角2に入ってくれたらよかったんだけどな。そしてお相手のポッタイシはあくび。これはサポート型なのか。ケロマツが寝ちゃって起点にされちゃうのも嫌だし、ここはポッチャマに交代します。お疲れ様、また後でよろしくね。さあ、お兄さんに挨拶してきなさい。そのお兄さんは弟が来ても退屈そうにしてるんだぜ。そんなお兄さん見たくない。ということで交代します。あと、同じことの繰り返しになったため倍速かけます。ここはコンクラベだな。お相手は捨てろか。これでもうさっきみたいにできなくなってしまったな。仕方ないけど、ここは交代せず草結び打っていきます。ステロも巻かれたし、完全にユーマイアリゲイツの姿が見えるんだが。マリサ、今は勝負を楽しむことに集中しようよ。いやいや、勝負に勝つことに集中しろよ。お相手はやはりあくびだな。ここでポッタイシを倒すとする、するとユーマイする気満々のアリゲイツが出てくる、そして、逆三立て。おめでとう。ありがとうございます。さあ、霊夢が三立てされるの楽しみだぜ。でもまだアリゲイツがいるって決まったわけじゃないし、まだどうなるかわからないよ。アリゲイツじゃなくて実はゲコガシラとかかもしれないでしょ。沼九郎の可能性だってあるし。そうだ、カメールだ。かいでませ、アリゲイツさん。アリゲイツさん、今日もかっこいいですね。霊夢くん、起点にされる気分はどうかね。とりあえずここはキモリに交代します。だがキモリのタスキが潰れるし、さらにタスキが潰れなければ狩る技も発動しないし、ユーマイされたら終わりだろ。でも、もしかしたらこのアリゲイツがユーマイ持ってないかもしれないし、お相手は身代わりか。霊夢くん、身代わりユーマイ型みたいだがどうする？だから勝手に決めないでよ。ここはエナジーボールを打っていきます。さすがに壊せるでしょ。フラグかな。いやいや、違います。よかったよかった。さて、お相手は何してくるか。お相手はユーマイ、やっぱり持っていたか。マリサ、私にはこのアリゲイツの三立てが見えるんだけど気のせいかな。ようやく賢くなってきたな。その通りだぜ、霊夢。いやー。このアリゲイツめー、アリゲイツアリゲイツアリゲイツビルゲイツアリゲイツー。それが言いたかっただけじゃねーか。お相手は様子見の身代わりか。何か警戒してるのかな。こちらは変わらずエナジーボール打ってます。だがお相手は様子見もうさすがにしてこないだろうし、次で終わりかな。次は攻めてくるだろうけど、もし交代してまた身代わり張られたら嫌なので、そのままエナジーボール打っていきます。また身代わり？これはもしかして何か木の実を発動させようとしてるのか？ならまだチャンスあるかもね。だがお前最初に草技以外使わないって言ってたよな。何のことかわかりません。この野郎。お相手はやっぱり木の実だったね。チーラの実か？だがさすがに攻撃に段階上昇の悪事でやられないだろ。ではここは電光石火打っていきます。技スペ的に悪事はないだろうし。よしよし、通ったな。これで怖かったオーダイルも突破だね。残りは一体か。さあ、誰が出てくるか。
お相手はカメールだったね。皆さん、カメールの覚え方は、ピノックスの進化前です。前にも言ったが、不遇ポケモンの話題を持ってくるんじゃない。そしてこちらはエナジーボールを打ちました。抜群だし、結構持って行ってくれると思うんだが。おお、硬いな、だがDダウン美味しいんだぜ。お相手のカメールは影分身。運ゲーに持っていかれちゃいそうだね。このキモリは自覚がある、キモリって信じたいんだぜ。お、まずは当ててくれたね。お相手は眠るか、眠かごかな。眠かごではなさそうだね。そして連続で当ててくれるキモリさん、イケメン、この子はピノリではなさそうだね。だからピノネタはここでは使うんじゃない。お相手のカメールは根元からの影分身、どんどん積まれていくな。ここのエナジーボールを外さなければ勝ちじゃないかな。さあ、いっけー、自覚ありありのイケメンポケモンキモリー。結局全部外さないで当てたな。お相手さんには申し訳ないが、すごい面白い試合だったんだぜ。それでは、対戦ありがとうございました。皆さん、ご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。今回の対戦は1試合のみになってしまいました。申し訳ありません。実はウプ主が熱を出してしまい寝込んでいたのと、仕事の関係でパソコンをいじれなかったので今回は1試合とさせていただきます。本当に申し訳ありません。次回からはまた2試合投稿しますので、もしよければ見ていただけたら嬉しいです。それとチャンネル登録者様が500人突破いたしました。皆さん、いつも本当の本当にありがとうございます。コメントも温かい言葉をいただいて元気をいただいています。これからも皆さんと共に楽しくやっていきたいと思っております。プレイングが下手でネタパ動画しか上げないこんなチャンネルですが、これからもよろしくお願いします。あとチャンネル登録、高評価ももしよかったらしていただけたら嬉しいです。あと、こんな動画を作ってほしい、こんなパーティーでレイト潜ってほしいなどありましたら、全部は実行できないとは思いますが、もしよかったらしてくださったら嬉しいです。それでは、最後までご視聴、ありがとうございました。